今日の題材は2014年度の東邦大医学部の入試問題です。範囲は数比数列ですね。それではやっていきましょう。数列 n を ah イコール2014分の1で n イコール123に対して 2n-1 かける an たす 1an イコール5倍の an たす 1-an で定めると。これ全化式になってますね。an に対して an たす1が定まる全化式になってます。まあ an たす1イコールの形にはなってないですけど、実質この A1 から A2A3 という手続きによって全ての数列が定まるようになってますね。だから、まあ、基本的にこの全化式を解きに関わる方針でいくことは間違いないです。AN が負となる最初の自然数 N の値ということなので、どっかがマイナスになるんですね。そのマイナスになる最初の自然数の値を求めなさいという問題です。まず、an×an+1 で割ると 2n-1 というのが出てきます。まあこれ割り算できるかどうかは、改めて考えてみなきゃいけないですけど、こうですね、ここ掛け算で、5倍の括弧 an 分の1マイナス an+1/1というふうになります。an 分の1マイナス an+1/1というこの数列をなんか一つの数列となると次のこうこれになっているので、 an 分の1という数列に対してその解差数列が、こういう形になります。 an+1/1 マイナス an 分の1というのはマイナス5分の1の 2n-1 という形になります。だからこの数列を一つの数列と見たときに、その解差数列ですね、これは解差数列になってます。解差数列が、n の一次式で表されているので、これはシグマを取ることによって an 分の1という数列は一般項を求めることができますよね。はい、まあそれをやる前に、この割り算 an 足す1と an の積は0でないっていうことをしっかりと言いましょう。つまり全ての n に対して、すべての自然数 N に対して AN は0でないってことをしっかりと述べていく必要があります。これは記述ではないので確認さえすればいいと思うんですけど、 AN たす1があるところで0であれば、この全化式によって AN たす1のところに0が入って、したがって AN は0となります。したがってあるところで0になったら、結局 A1 が0ということになって、初項が2014分の1であることに反するということです。したがってこれが言えるってことですね。2の n に対してどの項も0でないっていうことが言えるようになります。したがって an×n+1 で割って、この式と同値であって割った式を変形すると、an+1/(-1/1) が -5分の1の 2n-1 となります。したがって n が2以上の時に an 分の1というのは h 分の1たすシグマの k イコール1から n-1 までの ak たす1分の1マイナス ak 分の1ですね。ということでここには2014が入って、逆数ですから2014が入って、引くシグマの k イコール1から n-1 までの5分の 2k-1 が入ります。したがって、2k-1 の数列は奇数列ですね。奇数列の1から n-1 までの和はちょうど n-1 の2乗になります。したがって2014-5分の1(n-1)/2になります。で、逆数とったものがプラスかマイナスかっていうのは、そのものこの値が an がプラスだったらこの値もプラスになるし、逆にマイナスだったらこの値もマイナスになるってわけです。したがって、an が初めて負になるということは、2014-5分の1(n-1)/2が負になるということですね。したがってこれは、n-1 の2乗が2014かける
2014×5 で1070ですね。1070は初めて超える N ということになります。これを満たす最小の N ということなんですね。で、1万の2乗、100の2乗が1万で、101の2乗は1201ですね。よって1070を初めて超えるのは101ということになります。で、101が N-1 になるので N-1 が101ということなので N は102が答えですね。つまり、第102項ということになります。 N=102 が正解ということになります。はい、東邦大の医学部の問題は単発の問題としてはそこまで難しくないですけど、問題量が多いので、まあテンポよく進まないといけないですね。これはその一般校が求まらないのか求まるのかというのは、この全科式を見て、まあ自然とね思いつけばいいかなと思います。n たす1で割り算するみたいな形はよくやる手法なので覚えておきたいですね。で、an 分の1というものに着目して、それの一般項を求めて、で、それの符号を考えるというふうに、方針立ててやっていけばいいかなと思います。はい、2014年度の東邦大医学部の入試問題でした。